丸山千枚田の前傾丸,丸山千枚田、丸山千枚田、丸山千枚田の虫送り、丸山千枚田の稲刈り、丸山千枚田は、三重県熊野市木和町、丸山地区にある白倉山の南西斜面を利用した棚田群。千枚田と言われるが、実際には、高低差160メートルの谷合いに、約1340枚の棚田がある。最も小さい田は、 一枚で0.5平方メートルしかない。棚田の糊面は、野浦積みを主とした石積みであり、西日本に多く見られる方式である。丸山千枚連がいつ頃から存在したかは明らかではない。丸山で最初の検知が実施されたのは、天正18年のことである。関ヶ原の戦いの後、浅野義長がキーに違法され、慶長6年に検知が行われた時には、 すでに約2240枚の棚田があったとされる。安西忠夫が1898年の測量図を推定したところ、この時の棚田は2483枚であった。丸山千枚田の価値を最初に見出したのは、地理学者の中島峰博であり、1974年に本邦における棚田地域の地理学的研究という論文を執筆している。棚田経営は、 近くの道光を中心とした鉱山での労働との兼業によって維持されていたが、1978年に鉱山が閉山、労働力の流出を招いた。後継者不足と高齢化、さらに当時の減炭政策や米の価格低迷、機械化が難しいことなどの要因も重なり、工作放棄が進み、1992年には530枚まで減少した。 この歴史的遺産を残すため、当時の木和町の町長が1993年7月7日に座談会を開き、住民が棚田の復興に努力するのであれば、行政として支援する旨を表明。同年8月20日に丸山千枚タブ有会が結成された。同会は丸山地区の住民31個が加入し、農林水産省から2004年度の 立ち上がる農産漁村に選定された。1994年には、木和町が日本初の千枚田を保存する、木和町丸山千枚田条例を制定した。木和町は2005年11月1日に、熊野市と合併し、地方公共団体としては消滅したが、条例は、新、熊野市に引き継がれた。千枚田の復元により観光への活用が図られ、 一定の成果が得られたが、棚田の保全には多額の経費が必要である。日本の原風景を守る活動に賛同し、都市住民との交流を深めることにより、一緒に千枚田を守っていこうという趣旨のもと、1996年度からオーナー制度を実施。現在は財団法人キワ町ふるさと校舎が運営し、千枚、タボア理会が管理している4.2ヘクタールのうち、 1> 約1.6ヘクタールをオーナーデンとして活用し、毎年全国から100組を超える申し込みがあり、農業体験を通じて農村と都市住民との交流が図られている。体験できる農作業やイベントあぜ塗り体験、田植えの集い、虫送り草刈り作業、かかし作り教室、稲刈りの集い、あぜそり体験。作業に参加できなくとも、 保存会が管理するのでオーナーになることができる。千枚田の新米1 0ラムと地域の特産品から11月初旬頃,頃届けられる宿泊施設や温泉入浴の料金割引機,機関しメハリの配布ふるさと校舎特産品購入の際の割引給、キワ町では末長く貴重な資源を守るために地元の人たちとともに保存活動に取り組み始め、 1994年には千枚、多保守るのための条例を制定した。その一部である、熊野市丸山千枚伝条例全文を紹介する。条例の構成は以下の通り。ありがとうございます。